続いてカホキュン、せーの。
のゆりばんです。せーの、ゆりばん。はい、そしてランカです。せーの、ランカ。はい、そしてりょうちゃんです。せーの、りょうちゃん。はい、そしておはるんです。せーの、おはるん。はい、そしてさきやんです。せーの、さきやん。私たちはお掃除ユニット名古屋クリアンです。よろしくお願いします。お掃除をテーマにした曲や、実際に第1、第3水曜日に ここ酒屋の街をグリーンバードさんと一緒にお掃除をしています。はい、ということで次の曲に行ってみたいと思います。それでは聴いてください、桜トレイン。ここで名古屋クリアーズから告知があります。はい、
この後グランドフィナーレの後に私たち10番11番ブースで握手会をやります。とその後は通常物販もあるので皆さんぜひ来てください。とそして明日も私たちこのイベントを盛り上げるためにこのイベントにまた参加します。皆さんぜひ美味しい食べ物を食べに来てください。はい、そして7月12日はなんとクリアーズのワンマンライブがあります。イエーイ、イエーイ。はい、クリアーズというのは実は全国にありまして、川越、東京、大阪、名古屋、福岡、熊本に、クリアーズがあって、それが全部集合するので皆さんよかったらぜひ会いに来てください。はい、そんな私たち名古屋クリアーズなんですけど、先日5月12日にセカンドシングルをリリースしました。イエーイ。のタイトルはミュージックリーンって言うんですけど、ミュージックリーン、ポジティブクリーンな桜トレイン3曲入った CD となっているので、この後の物販でもぜひ買えるので皆さんぜひ買ってください。はい、詳しくはブログ、ツイッターにて名古屋クリアーズと検索してください。お願いします。お願いします。はい、ということで次の曲が最後の曲になってしまうんですけど、最後まで盛り上がっていきましょう。はい、みんなで人生してね。それではドレミファンタスティックサマーロマンスバージョン。
ますよ。みんな、ドミノ、ポイ捨てはしちゃダメだぞ。よくできました。アサージユニット名古屋クリアンでした。ありがとうございました。そして抽選ね、ガラポンやっていたんですけども、このガラポンで金の玉がね、近江牛ステーキセット、これ全部出たんですよ。当たった方おめでとうございます。名古屋クリアスの皆さんもちょっと真ん中の方に来ていただいて、ゆるキャンの皆さんも登場してくれました。今日一日お疲れ様、ありがとうございます。じゃあちょっとね、感想聞いてみようかな。今日一日通してどうでしたか？ずっと一日ここに暑い中いたんですけど、美味しい食べ物に囲まれてとても楽しかったです。じゃあどうでした？はい、私ですか、私はとりあえずなんか片っ端から美味しいものを食べました。はい、はい、お肉が基本的に苦手なんですけど、すごいこちらのものがすごい食べやすくて、私でも食べれるので皆さん、はい、どうぞ食べてみてください。あ、ね、ぜひ皆さん明日も食べてほしいですね。あちらもどうでしょう？はい、今日一日、はい、イベントがあったんですけれども、はい、お肉がいっぱいでエネルギーになって、はい、すごく美味しかったね。あ、いっぱい食べてほしいね。はい、ぜひ皆さん明日も食べてほしいですね。はい、ロコドンの皆さんは明日もね、各アイドルの皆さんステージ登場していただいて、PR ステージがあったりとか、そして、ミニライブも行いますのでご覧いただきたいと思います。さあ、それではこの17日4時現在の中間発表、4時の時点で集計をしまして中間発表をさせていただきたいと思います。投票を皆さんしていただきました、本当にありがとうございました。中間ですからね、明日フィナーレの時に、グランプリが決まりますので、それでは第3位から発表したいと思います。中間発表の第3位はダダダダダダン、ブースナンバー22番、長良川サービスエリア、ゆずの会あゆから揚げ、第3位でした。ね、この先どうなるんでしょうか。そして第2位はダダン、202票入りました、ブースナンバー4番、新城のぼり陣屋相模流しの名物群馬五平餅、第2位でした。さあ、そして第1位は205票、第2位とね変わらないですね。うん、それ第1位ブースナンバーは12番、エクスパンサゴ大将下りトンテキスティック、こちらが、はい、先ほどの時点で、結果が出たんですね。さあ、まだまだね、皆さん明日の結果はどうなるか分かりませんので、明日もご投票お願いしたいと思います。明日も抽選会の方は、商品なども変わって、牧歌の里ペア入場券とかね、ハイウェイオアシスカリアハイウェイオアシスの観覧車か温泉券とか、グルメの丘ペア入場券とか、さまざまなプレゼントが当たりますので参加してください。さあ、それでは皆さん最後にですね、エンディングということで、お客様にこうアピールをしながらちょっと動き回っていただきたいと思います。それではミュージックスタート。オリジナルグルメ、そしてスイーツをお楽しみいただきます。10時から17時まで開催しています。ハイウェイグルメ街中大集合、ロコドルマ
を応援にやってくる。明日もぜひお楽しみください。皆さん来てくれますか？